何か話したいことがあるんじゃないか。まったく何も隠していない。信じられないな。プロクター・クイーンランはインスティチュートから取り戻したデータの暗号解読を完了した。研究結果の一部には行方不明になったが地下施設から逃げ出した人造人間の一覧が含まれている。情報を注意深く分析するとあることを発見した。前代未聞だ。パラディンダンスはリストにある人造人間の一人と完全に一致する。そんなのありえない。残念ながらそうは言えない。証拠はかなり揃っている。持ち帰ったデータには各被験者の DNA の記録が含まれている。全ての兵に対して同じ情報を記録している。パラディンダンスの DNA は M797 と呼ばれる人造人間と完全に一致する。さらに悪いことに彼は無許可離脱でいなくなった。何の痕跡もなく消えてしまった。彼が突然いなくなったことで M797 とパラディンダンスが同一人物であるということが確定された。彼が君を信用しないというのは信じがたい。信じてくれ。彼は自分が人造人間だと言ったことはない。うん。どうやら君を誤解していたようだ。つまりその言葉をそのまま信じることにしたということだ。しかし任務から解放されるということではない。ダンスは人造人間だ。彼は我々が嫌いなものの象徴、テクノロジーの怪物だ。連邦での任務は明確だ。未来を守るためにインスティチュートとその創造物を破壊しなければならない。それは今までで最も困難な命令に直面するということだ。ダンスを追い詰めて処刑せよ。断る。ダンスには弁明の機会を与えられるべきだ。よかろう。裁判や議論には乗り気ではないが、直接命令だないと黙って従ってもらいたい。いいか、ダンスが君の師匠だったということは理解している。背負うべきものが軽くはないということも。しかし我々が強いままであり続けるためには特別扱いするわけにはいかない。たとえ兄弟の一人を処刑するとしても。プロクター・クイーンランを探してくれ。あのデータを分析していて彼なら出発点を示せるはずだ。ナイト、命令に対する結果次第では昇格もあり得るので失望はさせないでくれ。以上だ。注目、明日に予定されていた戦術説明会は延期された。新たな日時は追って報告される。来ると聞いた。今回のダンスとのことは申し訳ない。この状況について何を知っている？インスティチュートの内部から手に入れたデータを全て解読していたらリストを見つけた。インスティチュートは人造人間が関係している典型的な記録を持っているようだ。それには行方不明と伝えられている人々の記録も含まれている。このリストをよく調べていたら M797 という見出しの下にダンスの画像を見つけた。我々の持つ DNA データとの照合で結論が出た。きっとこれはかなりショックだろう。ないと申し訳ない。そのことは話したくない。分かった。命令のことはよく知っている。ダンスの職務報告を入念に調べたが残念ながらそれらしき情報は何も見つからなかった。知っての通りダンスは連邦について詳しい知識を持っていたのでどこかに避難しているのではないだろうか。最も良い方法は彼が訪れた場所を全て特定して可能性を一つずつ除外していくことだろう。おそらくその作業にはかなり時間がかかるだろうな。ダンスが人造人間だっていうこんなクズ情報なんてどうでもいい。君が怒ったのはダンスの正体に関する疑念に言及したからだと思う。この発見はかなり正確だと断言するよ、スクライブ。つまりこうやってダンスは罠にはめられ、あなたは彼を倒す、そういう流れ？どうやってそのことを聞いた？ BOS に秘密はない。マクソンは我々がパラディンダンスを探してもし見つけたら居所をあなたに報告すると言った。あなたは彼を追い詰めるために送られたというだけ。言い方が気に入らない、ヘイレン。言い方？こんな時に作法なんて気にしてどうすんの？パラディンダンスはあなたのためにあらゆることをしたのに、こんな風に彼に背を向けようとするなんて信じられない。間違いがあったのは明らかなので、その原因を究明する必要がある。スクライブ・ヘイレン、交換と話をして彼が正しいことに敬意を払え。そして私が罪に問われたら助けるんだ。役に立つ情報を持っていないのならすぐに警察署に戻った方がいい。もちろん。申し訳ない、プロクター。捜索に関する情報を持っていると思う。
それでは我々を教え導かないのか。その知識を我々に授けてくれるまで待たなければならないのか。ナイト、フライトデッキまで同行してくれたら直接集めた情報を見せてあげる。ベルチバードのガンシップのコンピューターにデータを保管している。ダンス発見に役立つ何かが必要だ。はい、続けよう、ナイト。私はここで研究を続けるよ。ついてきてくれますか。スーパーミュータントがかつては人間だったなんて信じられない。どうして科学はそこまで間違った方向に向かったんだ。ヘイレン、実はパラディンダンスの殺害を企んでいるのでは。まだ決めていない、うん、その前に話を聞いてほしい。まだイニシエイトの時からパラディンダンスのことは知っています。彼に訓練してもらい、やり方を教えてもらった。そして大失敗した時には立ち上がって前へ進むことを教えてもらいました。彼に対して称賛、尊敬、そして友情が生まれていました。クイーンランの報告内容は気にしない。彼がマシンであろうとなかろうと気にしない。どちらにせよダンスだから。どうしてそんなことを言う。あなたが考えなしにマクソンの命令を実行しそうだからよ。ダンスは今まで会った中で一番純粋な人間だからよ。信念だけに基づいて自分の命を危険にさらすことができる人なの。だから頼んでいます。単に BOS の一員としてではなく、一人の人間として彼に機会を与えることを。言い分を聞きましょう。もし彼の言い分に納得できなかったり、彼が完全に人格を喪失してしまった場合は、あなたはなすべきことをすればいい。彼の話を最後まで聞こう。求めているのはそれだけ。決断の時が来たら正しい判断をしてくれることを願うわ。フリドゥエンが現れる前にダンスは私に警察署を失った場合の退却地点を確認させた。連邦北部の最前線にある戦前の古い米軍の前哨基地である監視施設ブラボーよ。孤立しており、我々しかその存在を知らないので、彼が行きそうな場所がある。注意して。彼が今どんな心理状態なのか、我々を完全に信用しているのかわからない。下に参ります。なあ、マクソンがあなたを送ったことには驚かない。彼は割に合わない仕事は決して自分ではやりたがらないからな。ダンス、どうして言わなかった。知らなかったから。クイーンランがそのリストを解読するまで人造人間は敵だと思っていた。自分が彼らの一員だと聞くとは思いもしなかった。それがヘイレンのためではなかったら、こんな会話さえしていなかっただろう。それで命令は何なんだ。マクソンはまだ私を生かしておきたいのか。
どうして自分が人造人間だとわからなかった？さっぱりわからない。ただのきついジョークのような感じだ。子供の時のことを覚えている。廃墟で育ったんだ。ずっと私は彼らに頭の中に全てプログラムされてしまったんだと思う。つまり自分で決断し運命を決定して自分の人生をコントロールしてきたような気分だ。人造人間だと証拠が示しているが、自分では以前と何が違うかわからない。まだ人間のような気がしている。どうしてこんなものがそんなに重要なんだ？あなたがここにいるのはマクソンの命令を実行するためというのは明らかだ。彼はまだ私を生かしておきたいのか？いや、だけど逃げ道があることを望んでいる。バカなことを言うな。いいかい、我々は良い仲間であり、これがあなたにとってとても難しいということは分かっている。マクソンには別の誰かを送ってほしかった。しかしそれでは物事は変わらない。私は人造人間だ。つまり破壊される必要がある。もし命令に背いたらマクソンを裏切るだけでなく BOS とその支持者全てを裏切ることになる。人造人間は信頼できない。マシンは自分で決断するようにはできていないので、コントロールする必要がある。手に負えないテクノロジーは世界中を屈服させ人間を絶滅の危機に追いやる。例外ではなく手本になる必要がある。本当にそんな風に感じるなら、そもそもなぜ逃げた？真実を知るとすぐに自分の命が危険だと分かった。私は兵士なので自衛本能が作動した。再編して状況を再評価する必要があった。ここに着いたら少し考える時間ができた。自分のせいで全てが悪化していると気づいたんだ。プリドゥエンのところにいて運命を受け入れるべきだった。言ったように例外ではなく手本になる必要がある。あんたが示してくれている共感、それが人間の感情だ。努力には感謝するが、もう決断したんだ。自分の本当の正体が何なのかを受け入れる用意はできている。マクソンは私を処刑するように命令した。それを邪魔することは絶対にしない。他にこれから逃れる方法はないのか？我々は二人ともこれが正しい行動だと分かっている。マクソンの命令に従うのを拒否すれば BOS が指示する全てを台無しにすることになる。自分のせいでそんなことになるのが許せない。断る、ダンス。私を生かしておくために自分の命を危険にさらすなんて信じられない。どうして私のためにそんなことをしてくれるんだ？もう家族を失った。仲間まで失いたくない。その通りだ。見て見ぬふりなんてできない。自分の死で気にかけてくれる人がどれだけ悲しむか考えるべきだ。あなたやヘイレンのような人が目を覚まさせてくれたので次の手を考えることができる。次の手は何だ？あなたはインスティチュートに対して戦いを続ける必要がある。私は自分の道を進む。唯一の明確な選択肢は連邦を離れることだ。国境に向けて早く進めば進むほど早く忘れられる。私のホロタグを持っていけ。それを使うと任務が成功したことを証明できる。さもなければマクソンは私を追い詰めるために誰かを送ってくるだろう。さあ行こう。邪魔はするなよ。BOS を裏切ったな。彼のせいではない、私のせいだ。すぐに処分してやる。ナイト、どうしてこんなものが破壊されなかった？どうやって俺たちを見つけたんだ？このマシンを処刑するために送ったが、命令に従うのは難しいのではないかと思っていた。嫌な予感がしてきてみれば私の勘は正しかったようだな。なぜ BOS を裏切った？どうしてそれはまだ生きている？彼はまだ生きている。あんたは誤解しているだけだ。彼？ダンスは人間ではない、マシンだ。インスティチュートによって作り出されたロボットだ。愛する母親の子宮から生まれたわけではなく、冷たい実験室の中に閉じ込められて育ったんだ。人間は人間、マシンはマシンだ。
2つが結びつくことはありえない。神のように振る舞おうとすることでインスティチュートは人間の生命の尊厳を奪い、計り知れないほど堕落させてきた。私はずっと組織のために尽くしてきた。 BOS の名のもとに多くの血を流してきた。それを何だと思ってる。君は我々が最も忌み嫌うものが具現化した物質だ。行き過ぎたテクノロジーの象徴だ。周りを見ろ、ダンス。焦土化した大地と荒れ地に散らかった骨を見ろ。科学が人間の自制を上回ってしまったせいで数百万、いや数十億が死んだ。その余波など全く無視して、彼らはそれを新世界、限界への挑戦と呼んだ。同じことが再び起こるということがわからないのか。君は生き残った人類を破滅させるために準備された武器庫にある大量の爆弾の一発に過ぎない。ダンスを核爆弾に例えているのか。このマシンは爆弾ではないかもしれないが、その目的は全く同じだ。損傷を与えたい場所にそれを置けば、全く予期しない時に突然容赦なく致命的な打撃を与える。敵の中心部への精密照準爆撃は極めて有効な手段だ。自分が生きていると思い込んでいるマシンの言葉をどうやって信頼できるのか。何もない領域に思考と記憶がプログラミングされたマシンだ。まさに人工物さ。擁護しようと努力している倫理観ですら、自ら持ち合わせたものではない。社会にうまく溶け込むために人工的に書き込まれたものだ。その通りだ。私は実験室の囲いの中で作られた。記憶のいくつかは自分のものではない。しかし足元で兄弟が死ぬのを見た時には悲しくなったし、 BOS の敵を倒した時には誇らしく思ったんだ。そして連邦を救うというあなたの話を聞いた時には希望を感じた。わからないか。私は人間だ、アーサー。 BOS に正体を暴かれはしたが、これまであなたの信頼を絶対に裏切らないようにやってきたし、これからも決して裏切らないだろう。今となってはもう遅い。インスティチュートは愚かにも君に命を与えた。君は存在してはいけないものなのだ。これ以上このことを議論するつもりはない。命令は有効だ。いいだろう。お互い最善を尽くした。あなたのおかげで自分の正体を恥じるのは間違いだと確信した。それには感謝している。どちらにしても怒りも後悔もなく墓に入るつもりだ。感動的だな。自分でダンスを処刑するか、私がするかだ、ナイト。選ぶがいい。あらゆるものを犠牲にして BOS のためだけに戦ってきた。今度は俺の話を聞いてくれ。それくらいいいだろう。結構だ、話を聞こう。ダンスが死んだら俺はここを去る。あいつの命がお前たちにとって意味がないなら、道義上とどまることはできない。信じられん。進んで自分の経歴を犠牲にするとは。一台のマシンのために。おかげで我々は行き詰まってしまっている。ダンスが生きることを許せば、 BOS が支持する全てのものを台無しにしてしまう。それでも君は彼が生きることを求める。残された選択肢は一つしかない。ダンス、どうあがこうとも君は死なねばならない。だから君は BOS のナイトに殺され、その遺体は焼かれたことにする。これ以後プリドゥエンに足を踏み入れることや BOS の誰かと話をすることは禁止だ。この忠告を無視するようなことがあればすぐに始末されると覚えておけ。我々は分かり合えているか。そうだな。信じてくれてありがとう、アーサー。私の情けを存在の証人と思うな。君がまだ生きていられる唯一の理由は彼だ。プリドゥエンに戻っているところだ、ナイト。いくらか時間はかかるだろうが、別れを告げてそこで会えることを期待しよう。今でもインスティチュートを相手にしている。そんなマクソンに反抗するには途方もない度胸が必要だ。仲間はお互いを大切にする。何があっても。その通りだ。そういうわけでここにいることに決めた。こんな古い監視施設で余生を過ごすつもりはなかったが、そうしなければならないだろう。それにまだ私の助けが必要になるだろうが、連邦を一人でさまよい歩いてもらっても構わない。さあプリドゥエンに戻った方がいい。その間にもこのバンカーをもっと住みやすくしよう。私の力が必要になったらいつでも来てくれ。ヘイレンはどうなんだ。マクソンは彼女が関係しているのを知らないから安全だろう。彼女に連絡を取ってここで起きたことを知らせよう。それくらいしかできない。人造人間を殺すのに問題がありそうか。身体的には人造人間かもしれないが、心と魂は BOS のものだ。
インスティチュートはまだ連邦にとって非常に脅威だ。彼らは押収して破壊する必要のあるハイテク機器を保有している。約束する。彼らにトリガーを引くのを躊躇しない。一緒には来られないのか。マクソンが言ったことを聞いただろう。プリデュエンの警察署や空港で見かけたら殺されるだけでなく、彼の威信をも台無しにするだろう。そうはしないつもりだ。しかしどこかで戦いに参加する必要があれば私は行くよ。さようなら、ダンス。元気で。次に会う時にはもっと幸せな状況であることを願うよ。お呼びかエルダー。続ける前に一つはっきりさせておきたい。この会話がダンスについて話す最後の機会になるだろう。BOS に関わっている限り彼は死ぬ。分かっているか。分かった。よろしい。当然ながらダンスの処刑は命令系統に大きなほころびを生じさせる。あの裏切り者は重要な役割を担っていたからだ。だが君ならうまく補ってくれるだろう。パワーアーマーを含め今や奴の住居と全財産は君のものだ。おめでとう、パラディン。ダンスはどこにパワーアーマーを置いていた。きっと船のプロクター・イングラムの区画だろう。誇りを持って身につけろ。 BOS パラディンが同志たちの結束の象徴になるだろうということは覚えていてもらいたい。彼らや私をがっかりさせないだろうと信頼している。いずれにしても突入を始める前にまだインスティチュートとの争いや大量の任務が残っている。リバティプライムに最後の仕上げを施す間にキャプテン・ケルズは作戦に対する潜在的脅威を特定した。次の任務のためすぐに彼の元に向かえ。アド・ビクトリア、パラディン。